皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気になりかけております。さてさて、私のシンセサイザー探訪ですが、今は、ですね、パッドについて、M から始まる、音色までを見てみました。これから先をですね、今回の配信、そうですね、収録では見ていきたいと思います。シンセサイザーのパッドです。はい、M までやりました。次は O ですね。はい、オーシャンサンギターズ、ジッターズか。ジッターズ。はい。ジッターズ。ああ、出てきた、出てきた。はい、はい、はい、はい。いいですね、減衰系ですね。じゃあこれは採用で、はい、採用、採用ということで、また新しいトラックを使いましょう。はい、で、シンセサイザーのパッドで、これはオーシャンサンの次なんで、これですね。はい、鍵盤を出して、はい、おお、これ面白いですね。アザーズみたいな感じで使えますね。はい、次、これは採用。はい、はい、シンセサイザーのパッド、はい、アウターなんとかの次、はい、ノスタルジアですか。あ、ダメ。コードは弾かないでほしい。コードは弾かないで。はい。で、だからコードは弾かないでって僕の要請なんですけど、別にガレージバンドが悪いとかアップルが悪いとか言ってるわけじゃないですよ。ウェーブ系でディレイ系ですね。採用しましょう。はい、次。はい。パワーパッドだったんですね、今のは。はい。パンピングモーション。ほう、すごい名前ですね。あ、減衰もいいですね。ああ、ディレイ系もちゃんとなりますね。はい、じゃあ採用で。はい、次、シンセサイザーでパッドでパンピングなんちゃらから先、レインクラウズ。ほう、そうですか。そうですか。ちょっと使い道が見つからないですね。ちょっとないですね。次、はい、あ、減衰、デクレッシェンド、ディミネンド系ですね。ディミネンド系、はい、取っときましょう。次、はい、次を作りましょう。ディミネンド系は結構使えるな。はい、次は、シー・オブ・グラス、シー・オブ・トランクイティ、はい。
ウェーブ系でディミネンド系ですね。はい。じゃあこれ取っときましょう。はい。ヴィンテージの、じゃなくて、シンセサイザーの、ちょっとね、まだ病み上がりですね、これは。病み上がりだということがもう、行動に現れてますね。はい。おお、オクターブはいいですね。アタックはどうですか？アタックは。あ、アタックはあまりないんですね。ウェーブ系ということで、はい、採用。はい。シンセサイザーのパッドで、シフティングパネルズ？パネルズ。じゃあ、ピクセルズいってみましょう。ピクセルズ。オクターブですね。いいですね。オクターブ、オクターブ。はい、オクターブ。採用。次。シフティングピクセルズ。シフティングピクセルズの次。スローブレス。スローなんですか。へえ。お、減衰が結構続きますね。ああ、減衰系、ディミネンド系として使いましょう。はい、次。あれ、やっぱりちょっと頭が回ってないですね。私、実はこれが標準だったりとか、私の。減衰はいいですね。うんうん、ディミネンド系取っておきましょう。はい、次。え、なんだっけ、あ、パッドパッド。スロードリフトの次。スペースウェーブス。ほう。面白いですね。この音がいいですね。はい、撮っておきましょう。スペシャル系で、はい。パッドのスペースウェーブスの次。スペースウェーブスの次。スターライトボックス。ボックス。うんうんうん、一応取っときましょうか。減衰系として。はい。減衰のパターンがいくつかあった方が、終わりがバラバラになっていいと思うんですよね。はい。あまりにも減衰しないとダメですけどね。starts with voice part. voice part.減衰はあんまり来ないですね。
減衰がちょうどギリギリですね。ちょうどなんとかって感じなの。一応取っときましょうか。後で比べます。はい、後で分類するんでその時比べます。はい、次一応取っとかないと後で探すのが面倒なんでね。はい、後でねちゃんとより好みをちょっとはっきりさせましょう。一定ですね。おお、いいですね。はい、いいですね。ベースパッドなんですね。はい、次、パッドのストーンズの次、ストーンズの次、はい、サンジッターズパッド。ああ、いいですね。このオクターブの揺れいいですね。うん、次取っときましょう。次、はい、3の次、フラットス。いいですねこれ。ああ、もうすっごい理想的。はい、次、タイタニックウェーブス。なんか不吉な感じですね。ああ、ディミネンド系ですね。アタックもいきますね。はいはいはい、ああ、いいですね。はい、取っときましょう。トリルボーズ、ボーズ。ウェーブ系として取っていきましょうか。みんなで揺れる系をやったら面白そうですね。はい、パッド、トリルボーズの次、ヴィンテージドリームスケープ。まああれですね、あの減衰系ですね。取っときましょう。はい、次、ヴィンテージの次、ボイスボックス。おっと、なんか変なくるかな。やっぱりやっぱり、使えねー。はい、次、うん、いいですね。減衰はすごく長いですね。次、あ、確かにワームですね。ワーム、揺れ方が中途半端ですね。レル系で取っときましょうか。はい、次、はい、最後ですね。いいですね。そうなんですか。
はい、これ取っておきましょう。ウェーブ系として。はい。では、これで、パッドが終わりで、次はプラックと、プラックとになりますので、ここで一個楽器を作って、印をこれにして、ここに、1,2,3,4,5。はい。あれ？あれ？どこ行った？どこ行った？プラクトでいいんですよね。はいはいはい。プラクト。はい。はい、これで次をやりたいと思います。はい。では、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。